なんだよ。なんでしょう。これからうちらが回すから。ただな、めんどくせえこと嫌いなんだよ。うちらプレイヤーだからさ。だから駒使い、細かいことはお前らやってくれ。お前らこと雑用だもん。マッチメイクはうちらがやる。それ以外の雑用はお前ら全部やれ。しっかり仕事してくれよ。みんな証人になってくれ。返したんじゃない、貸してやるんだ。うちらが実験は握ってる。うちらのためにしっかり返事してくれよ。うちらが実験握ってるな。はい。それからまず最初に長屋とのシングルマッチ、タイトルマッチ早急に組むから、その旨は向こうに伝えとけ。長島何睨んでんだよ。犬笑え全てのこと笑えって。笑えなあ、楽しくてしょうがねえな、笑えよ。笑ってくれよ。楽しくてしょうがないです。笑えにこやかに。今日はいい日だな。いい日です。ああ、これから一生懸命働いてくれよ、うちらのために。わかりました。最後に一言な、アスカさんおめでとうございます。アスカさんおめでとうございます。ありがとう。もういいよ、しけとつらしないで行けよ。木村も行けよ。それから言っとくぞ、呼ばれたらすぐ来いよ。こっちの講座まだ分かってねえな。これから解くと見せてやる。次の会長どこ押さえてんだよ。後楽園4月25日。おー、分かった。その時のカードうちらが組む。カードは当日発表。いいな。見てる方が納得できないですね。しようごしまいの知ったことないけど、いいじゃん、うちらが納得したんだから。だったら向こうが勝てばいいだけの話でしょ。うん、納得するしないって言いながら結局こんだけのやつが見に来てんだよ。そう。じゃあ例えばああいう形であって、例えば長屋千草がもし今日うちらと同じような形の方法を取って勝ったとしても、多分やつらは長屋ファンだったらそれはそれで納得するんだろうね。それは長屋ファン、うちらのファンじゃないから納得しないっていう部分もあるんじゃないの。でも逆にあれでもその自分のスタイルを守ったから長屋ファンでいるのかもしれない。でも負けちゃったら話にならないでしょ。特に今回みたいな全権かかってる場合はね、綺麗事に長屋じゃないよ。うちらだってさ、冗談で言ってんじゃない、全てかけてやったんだ。こいつらだって私の勝負に全てを乗ってくれたんだ。私はこいつらの命全部背負って立ったんだ。何だってやるよ。あいつがガイア背負って立ってるっていうんだったらそれぐらいの気持ちで来てくれってこと。今の世の中そんなに甘くない。世の中綺麗事だけじゃ通用しないっていうのはいい年取ってんだから分かるでしょ。だから返事してないよな。犬ワンだよ、ワンワンワン。ああ、